はい、それでは記者の皆さんからのご質問をお受けしたいと思います。ご質問にあたっては広報のマイクの方で社名お名前を使ってからご質問をお願いいたします。それではご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。どうですか。新聞の方です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ワクチン検査パッケージの状況について伺います。今日説明いただいた内容ですと、このオミクロン株についてワクチン治療薬の効果への影響などが懸念されていると、医師会などでも指摘があったかと思いますが、今回のそのタイムアラートの発出に際しては、ワクチン検査パッケージはこれまで通り適用を続けるということになるでしょうか。はい、現時点では適用をやめるということは考えています。こういった懸念がある中で適用を継続するというその、理由というか根拠はどうお考えなんでしょうか。はい、恐れなければいけませんが、ウィズコロナということを考えていく上ではやっぱり恐れすぎてもいけないと私は考えております。ですから今まずは注意をしていただきたい。それぞれの責任において、そういう意味でのこのテーマアラートの発出です。行動制限をかける段階までは今は至っていないというふうに判断をしています。ただこれは今後の感染の状況、またそれに伴う医療現場の状況、これらをしっかりと注視はもちろんしてまいります。今回のアラート発出に対しては、その飲食 の, その人数4人までなどの人数制限なども特に呼びかけはしないというそうですね、はい、先ほど申し上げたように外食される場合は飲食第三者認証店を、ご活用いただきたいということはお願いしたいと思います。BCP の最低限のこの呼びかけなんですけれども、沖縄県では、感染者の急増に伴って、医療従事者が220人余りが出勤できない休職状態にあるということがありまして、県内の医療、特に拠点、医療拠点機関で、そういった事態が発生した場合、県としてどういった対応をされるかというのが、方針はあるでしょうか。はい、ありがとうございます。まずそうならないための今のこのテーマアラート、そして BCP の、再確認のお願いをしております。まだその方針については まだ立っていないということですか。その前段階として今回そういったこのアラートを発出するという説明にとどめるということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。北日本放送の和家です。よろしくお願いします。はい、まずオミクロン株の感染力にですね、現在のこう県のステージの引き上げの基準ですとか、そのステージ内での行動制限が追いついていないのではないかなというふうに感じるんですけれども、その基準の見直しですとか行動制限の見直しについては知事はどうお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。それは確か昨日もそういったお話も出たかと思いますが、ステージの移行については、従来通り入院者数あるいは重症病床の稼働率、こういった医療提供体制の状況を見ながら判断をすることになります。そして、オミクロン株についてですが、感染性あるいは伝播性、伝わり方の速さ高さが指摘をされている一方で、入院者数やあるいは重症者数への影響については、未ださほどではないんじゃないかという知見もありたまりつつありますが、いわばまだ不透明、例が少ないということであります。ですからステージの移行については引き続き、各種指標の状況を注視するとともに、最新の知見、また有識者、本県の衛生研究所などを含めて有識者のご意見も深めながら、踏まえながら総合的に判断を実施を考えます。前倒しでステージをこう上げていくというようなお考えはありますでしょうか。今回はそういう意味ではこのアラートの発出はかなり早い前倒しのことと我々は理解をしています。それと今日沖縄では1400人ほどが新規に、感染者が確認されるというようなことが伝わっておりますけれども、県内でもそうした事態が起こってきますと、例えばこう宿泊療養施設の追加の措置、追加指定の措置みたいなものはお考えでしょうか。
はい、現在はご存知のように富山に2カ所、高岡市内に1カ所、合計3カ所の宿泊療養施設を確保を今もしております。今ご質問にありますように今後のことを見通しますとですね、さらに拡充する必要があるとは考えております。これは、今後予算も関わりますので、何回とも相談しながら、検討を早急にしたいと考えます。そういう問題意識は持っております。そうしますとこれから検討ということでまだ実際にその個別に、交渉に入っているわけではないというふうなことでよろしいですか。ですね、内外にはなっています。ただあくまで予算のかかることなので、これ以上は今日は勘弁してください。確認ですが、内外には交渉がすでに始まっているということでよろしいですね。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他にございますか。じゃあ、小田さん、どうぞ。読売新聞の小田倉です。よろしくお願いいたします。ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないんですけれども、アラートを発令する基準があったかと思うんですけど、それを見ると、その基準と今回 その判断というのはどういうふうなことでこう判断されたんでしょうか。そうですね、基本はロードマップにおける富山アラートの発令の目安は、新規陽性者数が1週間平均で100万人当たり25人、感染経路不明の新規陽性者数が同じく10人をそれぞれ超えて、かつ、入院者数または重症病床稼働率が一定程度上昇した際としています。これから見ると、いずれも実はこれに至っていません。かなり早いということです。なぜかというとこれはやはりオミクロン株への、懸念でございます。大都市圏あるいは先ほどもお話が出ました沖縄には山口県、広島県、米軍の基地という、が要因の一つという、特殊な状況も沖縄山口があるのかとは思いますが、しかし、いずれにしろその広がるスピードは大変に速いということは、これらの例を見ると分かりますので、かなり前倒しで発表させていただきたいと思います。ただ前の週も昨日は2人、今日は13人ということから言えばもう6倍を超えているという見方もあります。本県でもそのスピードの速さを、いわば足元では起き始めているというふうに考えています。分かりました。昨年夏は141日の新規感染が147人が確か過去最多だったと思うんですけれども、ね、こういった数字をですね超えていくような状況というのも想定されるというふうに見込んでいらっしゃいますか。はい、確認しております。ですから、先ほど宿泊療養施設の、拡充というご質問をいただきましたが、そのようなことも視野に入れて、さまざまな手立てを行っていきます。昨日医師会さんと自民党さん お話がありました。あそこでも医師会さんからありましたように、自宅療養につきましては、各分子医師会での臨番による、自宅療養者のケアということも体制を構築していただきました。そして宿泊療養施設も拡充をしていく、そして、医療提供体制を一般の医療提供体制、そしてコロナの医療体制、しっかりこれを充実させながら維持をしていく、このような体制を、しっかりと保っていきたいと考えます。最後に一点なんですけれども、他国ではですね、特にイギリスなんかもそうなんですけれども、ほとんど行動制限をあまりせずにですね、共存できるというような方針で、行動制限をなるべくしないようにするような国もありますけれども、今後そういうふうな共存の道を取っていくのか、それともまた昨年おととしのようにですね、またこういった時短要請や休業要請などそういったような強い自粛要請などそういった道を歩むのか、現状でどういうふうに知事としては方針というのはお考えでしょうか。はい、現在はその共存の道を選びつつあるんですから、ワクチン検査パッケージあるいはそれに伴う
この PCR あるいは定性抗原定性検査の無料化などというものはまさにその虚勢をしていくための、インフラといいますかね、ということで整備しているところです。ただ、今後このオミクロン株まだまだ不明のことが多いので、明確な打つ手が、他の国でもまだ、示されていませんが、これを、しっかりと見極めていくということしかないと思います。共存できるものなら私はしていきたいと考えますが、人知を超えるようなオミクロン株のパフォーマンスが今後さらに継続してくるとしたら、ではまた行動制限をかけるということも躊躇してはいけない場面が出るかもしれません。わかりました。ありがとうございます。ご回答ございますでしょうか。NHK の林です。知事、昨日の会見ではワクチン接種が最大の武器というところもおっしゃっておられました。高齢者と、影響まだどこまで出るのかってはっきりしないところありますけれども、前倒しされる考えというのはありますでしょうか。はい、3回目の追加接種がやはり今の時点でとても大きな手立てになると考えます。一方で、1回2回接種された方も、時間の経過によって抗体が減っていくというそういったデータも、明らかに示されていますので、それを補っていく意味でもこの3回目の接種というものが大変大切だと思います。これを今医療従事者もすでに始まっているところでありますが、高齢者の施設などについてはこれも前倒しすでに始まってまして、始まりました。富山市や高岡市などはもう公表されているところです。他の市町村におきましてもそんな検討も進めていると聞いています。それに応じましてですね、県の特設会場でもそういうことを今検討しているところです。これもやはり予算が今関係しますので、これ以上は申し上げませんが、県の特設会場の前倒しについても、検討は進めております。必要なことがあります。あとロードマップなんですけれども、やはりこれオミクロン株を前提に作られたものではないというふうに理解しているんですけれども、改めてそのロードマップの基準を示す、いつごろまでに示すというのはお考えあるでしょうか。そうですね、それは国の方でも尾身さんがさっきやっぱり同じ質問に答えておられまして、確かに今国の方の、あれはレベルと言いますが、あれもオミクロン以前の知見でのことだというふうに尾身さんも答えておられましたが、やはり今後、やはりただ見直すにしても、まだそのオミクロン その実態というか正体といいますか、まだまだ分からない時点で、まだそれを基準をいじる時期ではないのではないかと思います。ありがとうございます。はい、ございますでしょうか。すみません、チューリップテレビの河合でございます。よろしくお願いします。知事に認識のちょっとお尋ねしたいと思いまして、全国ではこのように新型コロナウイルスの感染者が拡大、爆発しておりまして、さらに富山も、今日、114日ぶりに2桁となりました。県内でも新型コロナウイルスの第6波が襲来したという認識でしょうか。お聞きください。そうです、襲来したというか、その入り口には我々入ったというふうに理解しています。第6波の入り口にいるところです。分かりました、ありがとうございます。そしてもう一点お尋ねします。このオミクロン株の影響で、各県全国で過去最大の新規感染者を、記録しております。県内でもそうなる可能性が高いというふうに考えている中で、医療機関または厚生センターといったところ、応援体制等と、今の段階何かもし発生した場合考えていらっしゃいますでしょうか。お聞きください。はい、幸い10月4日からこの、ステージ1という、仕事では落ち着いた状況を3ヶ月我々は、享受することができました。本当に皆さんのご協力のおかげです。この間に今おっしゃったような厚生センターの拡充、それからさっき言った、自宅療養体制のケアの拡充、そのような準備を進めてきました。また、病院の病床の確保の増強も
まあ、病院各病院と合意をしているところです。まあ、そのようなことで、まあ、ここまでは準備をしてまいりましたが、まあ、今後、まあ、さらに状況を見ながら、強化拡充する必要があるところにはまた手当てをしていきたいと考えます。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。すいません、毎日新聞の方です。よろしくお願いします。はい、お願いします。この入院の患者の取り扱いについてなんですけれども、これまでオミクロン株の患者など全員入院、その濃厚接触者は全員宿泊施設で待機ということです。これが国の方針ですか、その県独自の方針ですか。あ、国でそのような指針を示されておられましたが、それが僕の、まあ、変えましたよという自分の連絡がありました。それから昨日その先ほどお話で出ますと、医師会と県の自民党県議の方との懇談会の中で、まあ、今日の感染者が2桁に行くんではないか、まあ、20人という数字も出てましたけれども、という話があったと思うんですけれども、その今日の数字大きくなりそうだというのは知事はいつ告知したんでしょうか。あ、それは今回に限らず毎日夕方に聞くことになっています。はい、ですが昨日やはり会見をさせていただいたのは1時半スタートだったんですかね。ですからあの時点では私は承知しておりませんでした。まあ、でやはり入院のこう受け入れをお願いするために、各病院と本当に毎日、日に毎日何回もやり取りをしていますので、病院の方がああいう数字を有効の時点にはやはり知っておられることは、これはあることだと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。時事通信の吉田と申します。よろしくお願いします。11月補正の予算の中にいわゆる酸素ステーションの一部の確保というものがあったと思うんですけれども、これについては施設自体の確保が進んでいるんでしょうか。はい、場所は本県の施設である健康プラザという場所です。そこで今まで展示施設があったものを、撤去しまして、まあ、そういった機能を持たせられないかということで、今前の施設、展示施設の撤去が終わったところですね。このオミクロン株がもし拡大して入院者が増えたとしても、そこで対応できる状態になっているっていうのが認識で。いや、まだそのオミクロン株がどれぐらいのことになるか本件で、これはまだ不透明ですので、ただ大きな助けにはなると思います。はい、他にございますか。それでは内容です。以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。